ットで0点取った時の言い訳の違い。女子の場合、ただいまパパ。ああ、おかえり。そういえば今日テストを返してもらえる日やったやんな。うん、そうだね。これだね。はい。お、え、0点は0点、そうそう、0点だったんだよ。え、いやー、一回この点数取ってみたかったんだよね。素晴らしい。ということで、ほらごちそう用意しといた、0点記念の。イエーイパパ、ありがとう。男子の場合、ただいま。あら、おかえり。ちょっと友達の家遊びに行ってくるわ。あ、ちょっと何？ちょっと、今日テストだったでしょ。うん。テスト見せなさい。あー、多分びっくりするで。本当いい点数取ったんでしょう。あ、見せてごらん。ほら、回答全部間違ってるけど。え、あ、でも100点やん、ほら100点で書いてあるし。これ自分で書いただけじゃない。バレました。